ジエゴ・アウベス・カレーラは、ブラジル・リオデ・デジャネイロ出身のサッカー選手。CR ・フラメンゴ所属。ポジションはゴールキーパー。アトレチコ・ミネイロで、プロデビューし、2007年7月24日に、スペインの UD ・アルメリアに移籍した。アルメリアは2006から07シーズンのセグンダ、ディビシオンで2位となり、プリメーラ・ディビシオンに初昇格していた。 2007から08シーズン序盤は、同じく新加入のダビド・コベーニョの控えだったが、その後はチームに不可欠な存在となり、667分連続無失点のリーグ新記録を打ち立てるなど活躍した。レアル・マドリード戦などでも特筆すべきパフォーマンスを見せ、8位という高成績を収めたクラブの原動力となった。2008年8月に、 コベーニョガラーイオバジェカーノに移籍し、ディエゴ・アウベスは2008から09シーズンもレギュラーで起用された。シーズン終盤戦に負傷して、エステバン・スアレスにポジションを譲ったが、2009から10シーズンの開幕までに怪我が感知し、ほぼすべての試合にフル出場した。2010年11月20日の FC、バルセロナ戦では0の8と大敗し、試合後に、 フアンマヌエル・リージョ監督が解任された。2010から11シーズンは再開で、セグンダ・ディビシオン降格が決定した。2011年6月4日、かつてアルメリアで指導を受けたウナイ・エメリー監督が、率いるバレンシア CF に移籍金300万ユーロで移籍した。移籍後は、ビセンテグ・アイタとポジションを争い、12試合に出場した。 2017年7月16日 CR フラメンゴに移籍した。2008年北京オリンピックにおいて U-23 ブラジル代表の銅メダル獲得に貢献した。2011年11月10日のガボンとの親善試合でブラジルへ代表デビューを飾った。2015年5月23日に行われた。 リーガエスパニオラ最終節のアルメリア戦で右膝を負傷し、72分に負傷交代。検査の結果、右膝前十字人体と、ハンツキータの損傷と診断された。これにより CBF は、コパアメリカ2015のブラジル代表メンバーから、バレンシアに所属する GK ジエゴ・アウベスが離脱し、予備登録メンバーから、フィオレンティーナの GK ネトを、 追加招集したことを発表した。PK ストッパーとして知られる。2007から08シーズンから2010から11、シーズン途中までの3年間に19本の PK を受けているが、そのうち10本をセーブし、さらに2本はキッカーが枠外に外しているため、この間の PK セーブ率は63%にも上る。クリスティアーノ・ロナウドが、 リーガエスパニョーラで PK を唯一外した、サイのキーパーはジエゴであり、2011から12、シーズンのコパデルレ準決勝 FC、バルセロナ戦ファンストレグでは、リオネルメッシのキックを止めて、引き分けに持ち込んだ。自身のアイドルは、ブラジル代表の英雄クラウディオ・タファレルと、スペイン代表の守護士に行けるカシージャスである。 2014年10月5日のアトレティコ・マドリード戦で、リーガ・エスパニョーラの試合での通算 PK セーブ数が13となり、アンドレス・パロップを抜き、歴代1位となった。ありがとうございます。